ディズニーランドパリのインディ・ジョーンズとナンの魔球の乗り場、インディ・ジョーンズとナンの魔球は古代遺跡を暴走するトロッコをモチーフにしたローラーコースタータイプのアトラクションである。東京ディズニーシーのレイジングスピリッツの原型アトラクションとなっている。当初はディズニーランドのインディ・ジョーンズアドベンチャーと同レベルのオーディオアニマトロニクスを駆使したコースタータイプのアトラクションの導入を検討していたが、 資金面での問題から予算を大幅に削減し、屋外型コースターに計画を変更。そして最終的にオープンにこぎつけたのが、インディ・ジョーンズと機ンの魔球である。コスト削減と納期短縮のために、コースターの設計、製造を手掛けるスイスのインタミン社の持つ、既存のコースターデザインをそのまま適用する形で、導入した。コースは、ジャングルや古びた寺院をモチーフとしており、 東京ディズニーシーのレイジングスピリッツと同様に途中に360度のループがある。2000年にコースを後ろ向きの車両で走行するインディアナ・ジョーンズ・イル・テンプル・ジュ・ペリル、アイル・エンブエアス、英名インディアナ・ジョーンズ・アンド・ザ・テンプル・オブ・ペリル、イン・リバースとしてリニューアルされたが2004年12月に前向きの車両に戻っている。ありがとうございます。